こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。現在改修工事中の護衛艦出雲、後を追うように護衛艦加賀の改修工事が計画されています。これは F-35 ステルス戦闘機タイプ B を艦載するために改修工事が行われています。さすが、日本これを F-35 戦闘機タイプ B が作られるのを想定していたのか。改修工事での運用を考えていたとは素晴らしいですよね。護衛艦出雲の今後の運用について中国が反応しています。今回はその内容を詳しく見ていきますね。こんなことは早いんだから。お隣の2国、中国と韓国が日本の護衛艦出雲について今後どういった運用をするのかと非常に気にしているらしいという声が聞こえてきました。余計なお世話と言いたくなりますが、中国なら内政干渉と騒ぐところでしょう。世界の情勢は変化しています。特に F-35B ステルス戦闘機が登場したことによって、空母の運用のあり方にも大きな影響を与えたと言われています。まあ、すごいのはステルス戦闘機だけではないのですが。では、中韓の様子について見ていくことにしましょう。2019年5月28日の中国メディアの環球網の報道では、訪日したアメリカのトランプ大統領は28日、日本の海上自衛隊横須賀基地において、護衛艦加賀を視察したと紹介しました。そして F-35B 戦闘機を運用できるように改修した場合の護衛艦出雲、加賀について自分たちが推測できる運用法などについても載せています。この2艦についてはアメリカの海兵隊所有の F-35B を着艦させる可能性があるという意見も主張しているそうです。出雲と加賀の両艦は、種別としてはヘリコプター搭載護衛艦に分類されているのですが、国際的にはヘリコプター空母カテゴリーに含まれると見られているそうです。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名、古い都道府県名が選ばれる。基準らしく、出雲は、今の島根県、加賀は石川県です。2018年、平成30年12月に、政府は、平成31年度以降にかかる防衛計画の、大綱について、30大綱を発表しました。その中には、必要がある場合には、今所有している艦艇上からストーブル機を使用できるように、必要な措置を講ずるという文言が盛り込まれました。ストーブル機というのは、短距離離陸垂直着陸機のことです。30大綱の中の、同文言の意味するところは、出雲、加賀などの護衛艦を F-35 戦闘機シリーズのストーブル機である F-35B が運用できるように改修する方向性を示すということです。海上自衛隊は、出雲等の旧式、毎旧ヘリコプターを搭載できる護衛艦としてヒューガ、カタカン、ヒューガや伊勢を所有しています。
中国メディアの環球網は、出雲、ヤヒュ、宇川、艦隊として、固定翼の早期警戒管制機が使用できない問題があるから。ステルス航空機やステルス性を持っているミサイルの攻撃には、どちらかというと弱いだろうと論じています。加えて、艦載機の数にも制限があり、2隻に F-35B 戦闘機を合計20機搭載して出撃したと仮定しても、生き残る能力には問題があるだろうとも言っています。記事はもっと続いて、日本が出雲等を航空母艦に使った場合について、3種類の使用法を想定してくれたようですよ。親切にありがとうと言うべきか、小さな親切大気なお世話と言うべきでしょうか。では順番に紹介していきましょう。1、戦闘がさほど激しくない場合、他の護衛艦や潜水艦と一緒に出撃させ、イージス艦、アタゴや金剛級には、機関空母から離れた距離での防空を担当させるだろう。ヘリコプターを空母から発進させ、近い領域での対空警戒などに当たり、F-35B 戦闘機は、防空もしくは対地攻撃を行うことになるだろう。仮に、相手の航空機が、ステルス性を持たない、いわゆる二流ならば、このやり方でも、かなり大きな脅威を相手に与えることができるはず。に、日本の周囲に緊迫した事態が発生した場合、最近よく言われる、南西諸島有事のパターンですね。空母艦隊が上空からの航空自衛隊の早期警戒機などにサポートされながら、相手を牽制する作戦を展開。空自と共同作戦で攻撃を展開し、比較的強大な相手にも、かなりの威力を与えられる作戦が実施できると思われる。三海自が固定翼機を運用できる空母を保有した場合、アメリカ軍と共同で、日本本土から離れた海域でも作戦行動が可能。日本本土から離れた場合、現在の海自が保有する能力では、ステルス戦闘機や原子力潜水艦を所有する強大な相手、中国を指している。と、単独で戦うことは不可能だろう。というわけで、1から3までのパターンを想定し、記載しています。それだけではないようで、最近、海上自衛隊とアメリカの合同演習が頻繁に行われているとも指摘した上で、いずれは、日本とアメリカの F-35B 戦闘機が、相互に、相手の艦に着艦、離れ艦する演習を行う確率が高いのではという推測を載せています。日本にはアメリカ海軍の F-35B 戦闘機が1個駐隊駐屯しています。やがて、加賀などの改修が終了すれば、この F-35B が同艦などに着艦すると考えられます。また、逆に、日本がアメリカから導入した F-35B をアメリカ海兵隊の揚陸艦に着艦させるという運用もできるでしょう。このパターンが演習として行われれば、アメリカではなく、主に日本側の技量がアップする効果が推測されると結論付けました。日本にとっては、
いいことになりそうですが、それが心配なのでしょうね。